どうも、ケンタさんです。今日はですね、よくね、視聴者の皆さんからご質問いただくことをね、答えていきましょうと、せっかくだから答えていきましょうという感じのコーナーでございます。ロードバイクでロングライドとかかなり長い距離をツーリングしたいんですけども、装備なんかいい装備ないですかと、まあよくよく聞かれますと。今回はですね、まあ、自分が、まあ、ロードバイクでツーリングする上で、まあ、あると便利な、ものをね、3つご紹介したいと思います。この3つがあればね、まあ1泊2日ぐらいの旅行だったらまあいけんじゃないかなと思います。ということで早速やっていきましょう。まずですね、こいつです。ドン。これかな？こうか。おい、このバッグ。何かというと、トップチューブバッグと言います。トップチューブバッグね。これはトピーくんのトップチューブバッグなんですけど、まあ、つける場所はどこにつけるかというと、ここにつけます。このステムと、このトップチューブの間というか、ここに絡めて取り付けるものになります。実際につけると、じゃんと。これはですね、まあ見てもらえばあれなんですけど、大体のやつはこういう感じでガバッと開いて大きなスペースがあると思います。まあものによってはね、サイドポケットがあったりとか何なりあると思うんですけども、まあトピークの場合は中がガバッとなって、こう仕切りが少しちょこ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 ある、そんなような感じになってます。このトップチューバッグ、ここに入れるのは取り出したいものを入れると僕はいいと思います。僕の場合はこういった、いわゆるウェアラブルカメラで車載動画をよく撮るんで、なるべくねバッテリー切れを起こしたくないと。そのためにこういうモバイルバッテリーなんかを持っていくんですけど、このモバイルバッテリーを中に、この中に入れちゃう。ここから、まあ、USB でこう引っ張って、でこういうアクションカメラに直接こう充電をすると。充電しながら走ることができる。これによってね、電池切れを起こさずに走ることができると。そういう使い方を僕は主にしてます。まあこのトップチューブバッグはツーリングするときに結構便利だと思いますよ。まあちょっとした小物だけどよく使うもの。鍵の鍵とかね、入れたりとか。財布入れてもいいと思いますし、小銭とかね。続きまして、こいつです。ドン。ロードバイクにつけられるものっていうのは、ね、限られるんですよね。いわゆるダボ穴がついているロードバイクっていうのはほとんどぶっちゃけないので、なんでダボ穴ついてないパニアバッグをつけずに、なるべくたくさんのものを入れるために、フレームバッグをちょっとチョイスしてみました。これはブラックバーンっていうフレームバッグなんですけど、それこそ、初日の出ライドとか、伊香保温泉ライドとかね、見てる方だったらね、これなんだろうと思った人もいると思うんですけど、これはね、個人的にはかなりおすすめ、一番おすすめです。フレームバッグはどこにつけるかというと、この三角形のど真ん中にこれをつけます。こんな感じですね。はい、無事につけました。こんな感じですね。離れてみるとこんな感じです。トップチューブバッグとフレームバッグつけましたけど、なかなかこのゴツゴツした感じがね、またいいんですよね。やっぱりフレームバッグはですね、トップチューブバッグや、まあ今ついてないですけど、サドルバッグと違ってですね、容量が大きいです。ちなみにこれはこんな感じで引っ張ると、せーの、よいしょと、こんな感じでですね、拡張できます。ここからここまでガバッと拡張できます。こんだけの容量があると、まあ洋服、着替えなんかもこの中に全部入れられますし、僕なんかはカメラ持って結構ツーリングするんで、まあ、コンデジとかだったら余裕で入りますよね。でですね、このフレームバッグはですね、車体の真ん中についているので、かなり安定して走ることができます。前に重いものがあったり、後ろに重いものがあったりすると自転車っていうのはかなりふらつくんですけど、重心が後ろにあると後ろが重すぎてふらついたり、前にあるとハンドルがふらついたりするんですけど、真ん中に重量をグッと集めると比較的に安定して走ることができます。なんでフレームバッグはマジでおすすめです。最後ですね、フレームバッグ、これすごく便利なんですけど、これをつけると、ここよくロードの人みんなつけてますよね。ボトルケージ、飲み物とかね、刺すためのボトルケージが、
けられなくなります。そのためにじゃあどうやってボトルつけるかというと、ここです、ビヨン。これはですね、ミノウラのボトルケージホルダーっていうサドルの後ろにボトルケージをつけるためのものです。フレームバックなんかをつけてしまった場合、ここに持ってくるとボトルと、あと、まあ、例えばツール缶とかね、入れられるんで、これもねおすすめです。はい、ということでですね、ロードバイクでツーリングしたい方、装備するとね、まあ、便利なものを3つ紹介してみました。トップチューブバッグ、フレームバッグで、ボトルケージアダプターですね。ここにね、財布、携帯、まあバッテリーとかね、まあその辺の小物類、よく使う小物類で、ここには、まあ、カメラとかチューブとか、予備のタイヤとかね、まあその辺のものを入れたりとか、まあ着替えなんかも入れてもいいと思います。でここにボトルとツール缶とかね、ボトル2本置いてもいいと思いますし、この装備さえあれば1泊2日ぐらいは全然耐えられると思うので、ぜひね参考にしてもらえればなと思います。パニアバッグつけられなくてもロードバイクで旅はできるんで、今日紹介したやつも一応公式サイトとか販売サイトを置いとくんで、よかったら覗いてみてください。ちょっとでもね参考になった方はね、グッドお願いします。またねためになりそうな感じの動画をね上げたいと思います。ということで、ケンタさんでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。